沖縄東京ケイソー生産課の城間祐樹と言います。エプソンの力学センサーと C8 ロボットの組み合わせが非常に使いやすかったという点が挙げられます。多数の他社製品と比較選定しましたが、個体差の大きい樹脂精密機器を、自動連続生産するシステムは、力学センサーのみと判断しました。特に樹脂の水管を樹脂のナットで締め付けて取り外すということは非常に困難で、唯一力学センサーのみが、可能ではないかと思っています。自動連続生産が現実的なものとなっています。これまでは大量受注があった場合は人的対応を行ってきましたが、それをロボットへ振り返ることができるという希望が夢ではなくなったということは精神的にも大きな支えとなりました。またロボットエンジニアリングという新しい技能が導入され、社内の方も活性化されてきています。今後は24時間の自動連続生産を目標としています。エプソンとこれまで行ってきた自動化の過程を振り返ると自信を持ってそれに取り組めると考えています。